はい、皆さんお待たせいたしました。私、ご友人旅人とレイカです。よろしくお願いいたします。ということで、お互いそれぞれ一体何者かということから紹介させていただきたいと思います。それでは私、龍神旅人、こんな字を書きますけども、一応これでも普段は会社員、会社員から夜になればたまに歌を届くというようなことをやっております。それに一回ですね、こちらいらっしゃいます美女、今日の美女ですけども、はい、レイカさん、ひらがなでレイカということで、まず皆さん方、このレイカというひらがなでインターネット検索やってください。一番上にホームページ来ますので、それ見てもらえればレイカさんが一体何者かということ分かりますけども、大スカウト店に大活躍されているもうプロシンガーの方です。ちょうど今 BGM になっておられますけども、これが今度発売の新曲ではございますけども、まあ、その他ですね、いろいろと紹介していただきますが、それではまずですね、レイカさんの自己紹介、じゃあそしたらお願いいたします。はい、平成生まれのレイカです。よろしくお願いします。はい、おーい、拍手ないか。はい、今私の言おうと思ったことは全部龍神さんに言っていただいたんですけれども、はい、ポップスで7年、歌謡曲に転向しまして3年目です。はい、歌手の方させていただいてます。足掛け10年足掛け10年、10歳の時からやってます。おお、まあ、そういうことにしといてください。なるほど。はい、そんな感じで、また新曲を7月11日にリリースするので、リアルに行かさせていただきました。ですから今日のテーマはですが、レイカ新曲発売記者会見ということになっておりますので、それではですね、まず新曲の前に既存でこれまで出された CD、今手元にポイントを開けずにご紹介お願いします。はい、ポップス時代に水野レイカという名前で出してました。はい、で今ずっと代表曲で頑張ってきたのがこちらの、はい、猫耳つけた歌舞伎町の村。アイドルですのか、見たらアイドルですわ、これは。そうですかね。ボソドルみたいな感じなんですけど、はい、猫の鳴き声が16回入った歌舞伎町の村という曲で、はい、3年間頑張ってきたんですけど、はい、今かけていただいてる、流れてる曲、嘘つきあんた。そうそう、これがですね、はい、来月、まあ、じゃあ、まだ再来月ですね、今日が5月31日なんで、再来月、7月11日、はい、嘘つきあんたで、カップリングに、ダンゴ・オブ・ティアーズという歌が入っておられると、はい、ということで、もう早速、これ、Amazon で予約受け付けますか。もう Amazon でも、Amazon でも、どこでも、どこでも、今、そうでございます。もう受付開始してるので、日本全国の仕入れショップで。はい、絶賛予約受付中と。7月9日になったら絶賛発売中となるわけです。はい。はい、でしかもさらに翌8月にはこの2つともカラオケに入ると、はい、いうことですね。はい、これ詳しくは先のレイカさんのご紹介しましたホームページ見ていただけましたら詳しく書いておられます。はい。ということでですね、ほんまにこの今なってる曲もですね、なんかノリもええし、なんか馴染みやすいし、カラオケなんですけど、カラオケもそうですね、カラオケもなんか歌いやすいかなと思うんですけども、ちょっと早いですけどね、テンポよく、なるほどなるほど、単独ポップになってて、はい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 、皆さんに乗って楽しんで歌っていただけたら嬉しいなと思います。でそのカップリングのタンゴオブティアーズかてですね。まあ、これ単語ということで、はい、まあ、これまたノリとして当然、はい、ようなって感じはしませんやけどね、はい、調べげてました。なんともならませんな、これ、はい、ということでですね、この2つとも非常に私も以前のレイカさんのステージで聞きまして、はい、発売前にこれもええ曲やなと思いましたんでね、はい、ぜひとも皆さん方Amazon でもいいですし、地元の CD 屋さんでも結構でございますので、はい、どうもしレイカさんの CD ご予約お願い申し上げます。お願いします。はい、ということでね、ちょっと若干1名ですね、はい、あの歌手も歌手なんですよ。歌手で CD 出したんですけどね。あ、そうなんですか。そうですね。後でまたね、聞きますけどね、この人もね。たくさんなんか写真撮影していただいてます。はい、もうカメラマンが勢ぞろいでね、はい、今日はもうギャラリーの方
方も、あの麗華さんの常連のお客さんも来られまして、あのお酒をですね、あの雰囲気的にあのギター弾いたりですね、漫談し上がって、はい、今まで多分ない雰囲気だと思いますけども、そうですね、どんな感じですか、今日の雰囲気は。もう圧倒されてしまいました。あの皆さん の, あの若いパワーに、まあ、私もまだギリギリ若いですけど ね若いはずですわ。若いはずなんですけど、あの10歳で、ね、デビューされて足掛け10年ですから。そういうことです。そうなんですかね。はい、まあ、それで、足掛け10年の活動をされて見えて、はいはい、ね、それで今現在ですね、単独で の, あれを音楽活動といいますか、それも確かにホームページのスケジュールが過去の履歴もずらーっと載せてありますんでね、あれやっぱりすごいなもんですわな。普通はあれですね、スケジュール言ったらもう過ぎたやつみんな消していくんですけども、過去の全部蓄積しあってね、あのね、消すのちょっと面倒くさくて消しなかっただけです。そういうことです。いやいや、でもあれがですね、実はあの実績ですからね。本当ですか。そうですか。あのだけもね、あの実績踏んだということであれば、それはホームページ見たらやっぱりね、オファーした人絶対ね、あ、この人一回っていうふうな思うと思うんですね。ありがとうございます。まだまだなんですけど、はい、あの各地の皆さんに可愛がっていただいてるので、あ、それであのこの話してもいいですか。やってください、やってください、全然攻めやすい。はいはい、このカラオケ伝言版という、はい、あの関西にはあのカラオケ喫茶に必ず置いてある本なんですけれども、こちらの方に7月から6月20日発売の本から、麗華の突っ走麗華というコーナーが出ます。なるほどなるほど。ぜひ皆さんこのカラオケ伝言版愛読の方よろしくお願いいたします。はい、あの、はい、アイドということで、あとでまたね、あのチラシ案内でもしてもらったらと思うんですが、あのチラシ、チャラッとあの見せてもらってもいいですよ。あ、チラシですか。はい、ありますか。はい、はいはい、あ、チラシあるかな、はい、ないですか。あ、ないですか。はい、じゃあ、あ、またこれね、結構ございます。はい、すいません。ということでね、はい、あのこれをですね、麗華さんにあの申し込みしはって、はい、麗華さんがでもですね、申し込みが多いと、この掲載ページの面積が増えるということですね。はい、はい、まあ色とね、こんないろんな人載ってはるんですけども、ね、あの1ページのうちのとりあえず4ページ、あれ、どれです、はい、そういうことです。はい、ということでね、皆さん方、ぜひ麗華さんに購読の申し込みということでですね、はい、あの麗華さんとの、まあ、連絡手段といいますか、あのそれはですね、はい、これあの私らもみんな知らんですけども、ミクシー、アメブロ、フェイスブック、ツイッターということでみんなやってあります。私もやっております。あ、今日の出演者も大概やってあります。ということで、麗華さん の, あのブログのコメント欄でも、あ、今コメントがないんですね。ないんですよね。ないんですけども、あのメール機能の部分がありますので、そこへぜひともこの、はい、カラオケ伝言版申し込みしますと、とりあえずですね、言うてもうたら、あとあと色とですね、問い合わせに対するお答えをメイクさんが直々にやっていただくということで、なかなかそうですね、こうやってあのプロシンガーの芸能人の方が直々にやれはるってね、ほんまにこれすごいと思うんですわ。だいたい一般的に、ね、はい、そうですよね、マネージャーさんとかがされますよね。そうです、一般的にはもう芸能事務所の方とかマネージャーさんとかね、もう今はね、自分で自分を売り込まないとダメなんですよ。そうなんですね、さすがですわ、その辺がね。はい、もうそれは確かにマネージャーさんなんかついたらある意味経費かかる話ですのでね。そうですね、もう今はアーティストの方々も、まあ、あのどんなジャンル問わず結構もう、はい、いろんなことで、ね、あの自分でやってあるというのがありますんでね、はい、まあ、でも麗華さんの、ね、はい、活躍も本当に期待したいなと私も思っております。ありがとうございます。はい、それでもってですね、それではですね、ちょっと告知ということでですね、例えば麗華さん個人の告知の内容については先ほど紹介しましたくどいようですけれども、この麗華というので検索していただけましたら、麗華さんのホームページが一番トップページ来ます。このトップページのスケジュールのところに麗華さんの今後のご予定すべて書いておられます。それぜひともチェックしてくださいます。それとですね、私龍神たりとも個人でやっとるアメブロもありますんで、先ほどの龍神たりとこれで検索すれば一応は出てきます。自分の宣伝会ここで出てきます。一応出てくるんですけども、そこで、はい、なんと私龍神たりと麗華さんとかまたジョイントする、はい、ライブが先々に決まりました。これをですね、今日はもうぜひとも紹介させていただきたいと思います。
しかもこちら場所が大塚市旭区ですけども、同じ大塚市旭区にありますライブハウス金峰屋で8月4日こちらでですね、私とレイカさんが出演いたしますし、でこの時の出演者がまたすごい方出られます、アイドルグループ静岡のブレンチというのと、同じく静岡のアイドルレンミナムス、さらにはマッスンがしっとる、ベイアンでありまして、昭和歌謡祭というイベント名を開催します。はい、こちらに行かれた後は、はい、チャオッペさんで食事をぜひお願いします。はい、お願いしたいと思います。それともう一点が、8月18日、名古屋市デトのパンサホールでございます。まあ、これにも私とレイカさん出演しますけども、後ほど出てきますビダルマスンとアキさん、アキスも出演いただきますということで、ぜひと皆さん、8月の4日と18日、今のうちに手帳にスケジュール書き留めておいてください。ぜひとも今日はですね、レイカさんも歌っていただけないんで、ライブハウスのステージで歌っていただきたいというふうに思っております。ということでですね、ザザザーっと来てしまいましたけども、はい、そろそろちょっとトークタイムがちょっと終わりとなってはまいりました。はい、本当にね、こういった雰囲気でもってですね、はい、レイカさんほんまに初めてで圧倒されて、おそらくわけのわからん状態やと。あ、ほとんど一人で喋ってましたね。はい、そうなんです。喋るとこなかったやん。ね、そしたら最後にそう言いたいこと全て言うてください。言いたいことですか。はい、言ってください。はい、また7月11日に新曲発売しますので、はい、どうぞ今後ともレイカ応援よろしくお願いします。そして友人タミトさんにもぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、終わり、はい、終わり。はい、新曲発表でした。